レントゲンの背中の方から、はい、お腹の方に向けて正面の写真ですね。そうするとですね、これちょっと持っててもらっていいですか。ごめんなさい。そうするとこれが頭ね。で前足があってここが胸です。とこの白い塊が心臓でこういうところが肺です。じゃあ前はちょっとこれですね。胸の大きさに比較してこれが心臓なんですけど、ポジションは割と真ん中に心臓があるんだけど、心臓の大きさに比較するとちょっと心臓大きい。この時よりも大きいですよね。確かに。うん。だからまあレントゲンでは見て大きいとか小さいとかいうことがわかるんですけど、それからさらにもうちょっと見ていくとですね、ここに黒い管がこう見えて、白い黒い管があって上に白い管、下に白い管がありますね。血管と動脈と静脈なんですよ。で、血管には申し訳ない、気管支と動脈と静脈なんですね。で、この動脈の太さがこの近くの肋骨のこの太さと一緒ぐらいか、それよりも細いのが正常。そうやって思うとちょっと太いですね、この太さが。そうだ、肺の血管、肺動脈がちょっと血圧が高い可能性があります。こっちもそうです。こちらもちょうど黒い管があって、この上の白いのです。すごい、なかなか猫ちゃんここまで見えないんですけどね。でも肺の血圧が高いからだと思いますけど、肺の血管の血圧が高いからだと思うけど、ちょっと大きいで、ちょっと心臓が大きいかなと思いました。こういうと比べてね。じゃあ横向きはこれですと、これが心臓で、まあ、頸椎、胸椎、腰椎、胸骨、肋骨、きれいに写ってますね。これ心臓ですね。で、これ気管です。から、これが大動脈、高大静脈。と、この心臓、これだけで見るとそんな大きくないかなと思うんだけど、よくよく見るとこの心臓とですね、この胸骨と接する線、接線、これが長いんですよ。で、これだとそんな大きくないなと思うんだけど、この横向きで見ると、この接線が長いですよね。で、さらにこの時も長いんだけど、さらに長くなってるから、これもちょっと大きくなってるんかなという可能性があります。ただ心電図は正常で出てましたね。が続いて、まあパッと見たところ骨は綺麗です。で、今度こちらね、お腹のまず横向き、横隔膜があってお腹です。そうするとこれが肝臓で、肝臓下にこういうスペースがあるんですけど、これはお腹の中の腹腔内脂肪。この時の肝臓は多分これが、この辺が肝臓かな、で大きさ的には正常ですよ。肝臓大きくないし小さくないし、この肋骨からちょっと出てればいいから、ちょうどいい大きさです。で、胃には何も入ってなくて、でここにちょうどこういうそら豆が2つ写ってます。この辺のやつ、ちょっとこれは2つとは見えないんだけど、今回は一つがこれで、もう一つがこれだから、こちらが左腎、左の腎臓で、こちらが右の腎臓で、この大きさの正常はだいたい2番目の腰の骨、この長さの2倍、どちらも2倍だから、大きさ的にもいい感じですね。で、こういうのが見えるということは、お腹の中に脂肪が多いんです。脂肪が多いとこれ肝臓とか、これ腎臓とかで分かりやすい。この時はまだそこまで脂肪がないから、そんなはっきり分からんでしょ。今日の答えははっきりしてますよね。お腹の中、肝臓、腎臓2つ見えてる、膀胱におしっこ溜まってる、うんちがだいぶ溜まってる。で、まあ、このレントゲンに映ってるうんちはやっぱちょっと硬そうなうんちかな、ここら辺は。この辺はちょっと柔らかいかもしれないけども。で、真正面から見させてもらうと、こちら。これが骨盤でね、これ、大腸、結腸のうんちがここら辺まで来て、ここは直腸の方にはないんですけどね。だからこれはそんな硬そうに見えないけど、これがちょっと硬そうに見える。これ耳やり間違ってるか。耳やり間違ってましたね。そうだね。よっしゃ。こうですね。耳やり間違ってました。こちらからこう来てこう来るんですね。で、ここら辺のうんちがここら辺のうんちなんですね。で、その時の写真は。この時はうんち溜まってないよね、宿便なんて。これ明らかにさ、溜まってます。そうですね。だから、やっぱちょっと胃腸の腸の動きが悪いというか、ちょっと便秘気味。だからうんちが
多分硬いかなと思いました。